ボス君、空剣島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。そうだ、近々仕事の話をしてもいいか？ええ、もちろん。いい商談になるといいね。空き時間には素振りでもしておくかな。相変わらず大きな剣を使ってるよね。このスタイルが馴染んでるからな。そうだタオ、武器交換してみるか？どこに行くの？ここでいいの？王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。で知ったる空剣島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ、ワクワクするよね。お楽しみの時間だ。空剣島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。そうだ、近々仕事の話をしてもいいか？ええ、もちろん。いい商談になるといいね。ワクワクするよね。やっぱり晴れると気持ちいいね。
すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空剣島はまだマシに見えるぜ。いいもの手に入るかな。眠気覚ましの薬とか作れないかな。あったら便利そうだけど、寝るときはちゃんと寝た方がいいよ。もしかしたら仕事でも使う。あ、いや、なんでもないよ。さすがに身長の伸びも止まったかな。言われてみれば、なんかもう昔のタオが思い出せねえよ。